1ヶ月で早くも終了。阪神とソフトバンクが優勝。ソフトバンクが9回裏ツーアウトから柳田の起死回生の逆転サヨナラスリーランを放ち、チームは今季最長の6連勝を飾った。これでソフトバンクは3試合連続のサヨナラ勝ちとなり、パリーグですでに独走状態となっている。セリーグも結局昨シーズンの覇者阪神タイガースが貯金簿の首位となっており、界隈では早くも阪神とソフトバンクの優勝が確実視されているとか。阪神とソフトバンクが優勝、西武と楽天がちょっとひどすぎる。ソフトバンクは多分後半失速するよ。すでにリリーフが登板方だから。ソフトバンクってあの日ハム、西武の主力合同チームのこと？言うて阪神は去年ほど盤石じゃないけど、西武さんは毎日延長戦やってるけど中継ぎ陣大丈夫かな。鷹の独走になんとか食らいついてんのが日ハムってのがおかしい。ソフバンは去年も4月最強だったから本当わからんよ。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。